駅神演技6年3月7日は、平安時代前期の新言州の僧。属性は、騎士で竹内宿根の行員であり、ビンゴ国品地軍の生まれ。父は、山城守、企業、府室、京都の男山岩清水、八田具の会期で、大安寺の創業教は実刑。新言州の海祖工房大志空会からは、 第四世の直径で、東密広沢流の祖とされる。俗称は、炎上地蔵城。死号は、本学大師。貧乏国品地群の現在の小技で精進と呼ばれる地で、品地下に生まれた。大山城、一発城、大池なども貧乏一のみや木神社の境内地となっており、精進はその中にある集落となっている。幼少期は、 商人から隣接する本坊に虚が移り、鬼滅神社本殿の背後にあるホラー穴を共像として、独学に励んだと伝わる。このあたりでは、共像のことを林蔵と呼び、近隣に他にもホラー穴が複数ある。鬼滅神社北川の谷は、林蔵国という地名となっている。奈良の大安寺で出家し、元号寺の名船に宝鐘を、薬師寺の高光に清掃を学んだが飽き足らず。 上岸寺走権で空海の実定まみやびに指示した。しかし道半ばでまみやびが入弱ついで指示した後日東総城周営も日教の法を授ける前に入弱してしまった。これを聞き及んだ新言第三世、源の人氏は朝廷にアジャリー環状の直居を創生した。みんな3年正月29日に官府を賜ると、 源の人氏は直ちに当時の金剛ミネロー株を開き、益神にアジャリー勘定を授けた。その後益神は任な4年に、当時県、立志、891年当時立志、892年、当時正創図、894年当時法務総合、900年3月2日には、僧業に承認。このほか、正体2年岩清水、八幡宮の初代兼業。 東大寺ベッドを兼務し、906年3月7日に当時長者法務となり78歳で炎上寺に入学した。益神は国史中の国史と称され、招待2年10月24日、33歳の歌上皇が任那寺で出家する際には受会の死となり、落職した歌上皇は官票法王と名乗った。同年11月駅神は法王に東大寺で、 具足会も授けている。さらに、演技元年十二月十三日、当時官上院にて、駅神は、大あじりとして法王に伝法勘定を授け、継承者とした。演技年間、法王の要生時の要望生児、藤原敏子が重病となり、宮中二弾を設け、火事儀等を行った。無事、併優した敏子は駅神に深く消えし、暴風、右大臣藤原衆の菩提育養と、 高素安泰、万民福利のために、と、落刀椿鳳の再録にある広大な山荘を、少女として、炎上寺と合し、ここに、第一世解散として、駅神を迎えた。駅神は、炎上寺僧城として同時に没した。死亡の、本学大師は、はじめおの流の関係が、周祖、空海のために選び、 宮中に創造した死望だったが、演二21年第五天皇は空海の著書から工房理書を見出し、空海にはあえて不法を送りなった。長年中に浮いていた由緒ある、本学の死望は没後400年を経た、特治3年2月3日に、五二条天皇より益心に送りなられ、同時に大創上位も送られた。益心の門流は、京都落成に発達した広沢流で、 小坊の始めた小野流と並び、後に、当時の密教を継ぐ、野沢十二流と呼ばれるようになった。広沢流は、忍那寺の忍那五流をはじめ、西陰流、補助陰流、下蔵陰流、忍肉三流、伝謀陰流、寿命陰流、観音陰流、常木陰流などの諸派に継承されている。ありがとうございます。